藤波縄手の戦いは、A64 年9月13日に行われた、東条キ良氏の巨城東条城をめぐるキ良と、松平元康の一連の攻防戦の一つ。この戦いで、吉良義明の家老、富永忠元が、本田博隆に、城下の藤波縄手で撃たれ、吉良義明は降伏したとされる。今川義元の死により、その束縛を離れた松平元康が、 東条吉良領を切り取ろうとして永緑4年4月より、牛久保城や東条城,城攻めを仕掛けて今川氏からの自立を明確にした。しかし、東条城,城は容易に陥落せず、同6月、元康は津平に松井忠治、小牧に本田広隆、笠塚に小笠原町ここを配置、それぞれ砦を構築させて東条城,城包囲網を作った。しかし、 出場の上手で、キラケガローの富永忠元は、キラ勢を引率して、奮戦、4月の全命帝の戦いでは、東条領中島城を占領した松平光景を失い、中島城を脱回されるなど、松平側は損害をこむっており、その後も、松平勢は毎回敗北した。そして、永六四年9月13日に、本田博ヒ松井忠治は、 鳥出よりで軍師登場所を目指し、藤波縄手に進んだ。この時、本田博隆は決意の印として、自分の鎧の上帯の結んだ橋を再び、溶けないように、松井中次家の死の平井は元茂に切らせた。高校が先方で先駆けし、松井中次帝の松井三次が、小詰めで進撃した。松平軍が鳥出を出るのを目撃した、富永忠元は、 いつものごとく先駆けしたが、短期で突出して孤立した。これに、松平軍が殺到し、逃げる忠本を、藤並縄手に追い詰めた。松平方の大久保大八郎、鳥居藩六郎が追いつき戦い追いドムが忠本に、斬られてしまった。しかし、忠本はここで体力がつき、続く、本田博隆の槍の前に突き伏せられ、高校の家来、本田新十郎に殺された。 松平元康は、難敵の富永忠元を討ち取った、本田博高を褒めて、論功に忠元の所領を与えた。頼みとした、富永忠元を失った、吉良義明は戦意を失い、当上場を明け渡し降伏した。死んだ、富永忠元はその有名が知れ渡っており、その死は惜しまれたため、本田博高は、藤波縄手に、彼を供養するために使う気づいた。 これは後に忠元の通称により、友の五郎塚と呼ばれた。現在は、塚ではなく友の五郎地蔵と呼ばれる地蔵菩薩像が、戦七地に伝わり、古戦場跡の道脇には新しく、史跡藤並縄手古戦場の石製氷柱が建てられている。友の五郎忠元の死後、富永氏は、忠元王子で同じく、東場州であった志弘が、松平元康に降参出家心となり、 東条松平家に付属。千尋は、沼津城主時代の松平忠義にも歴史し、子孫は、後の終わり徳川家家診断で、仁太郎衆に数えられた。平井は元茂、通称県打優。三河国坂と平岩市の着流で、平井は近吉と同祖。代々休日を影としたが、元茂はもっぱら槍で、飛金河川、東条城,城攻めなどに先行を挙げた。 当時松平家に仕え、正室は松井氏の娘。徳川家康の関東入部に従わず、治療地に残ったため、不況を買うが家康はあえて処罰せず。松平忠義の推し反省立の際に再出資し、終わり清洲範囲法には従って、清洲城留守教役となる。現那五年八月十三日同地にて死没、去年八十六。子孫は徳川義直に仕えた。 富永氏もまた、友の五郎の叔父富永氏博が、松平忠義に仕え、子孫は、尾張徳川家に仕えた。ありがとうございます。